風から見たら、お仙光寺そこ遠い遠いって感じでしょ。普通は風から見たら仙光寺ここですよね。はい、仙光寺ちゃんっていう感じなんですけども、こんな離れた場合があるんですね。はい、皆さんこんにちは、佐賀県社長です。今日も実践的に TOEIC のパート5攻略していきましょう。今日扱う問題はこの問題です。最初は several です。 several というのはいくつかのという意味があるんですね。some という皆さん言葉ご存知かもしれないですけども、 some もいくつかのという意味なので、意味は全く同じなんですけども、ちょっとニュアンスが違うんですね。 some というのは何かたくさんある中のぼんやりしたいくつかっていう感じなんですけども、 several の方がもうこの数個のもの、あるいは数人の人にすごく焦点が当たって、他のたくさんのものとか人はあまり眼中にない感じになります。ちょっと some と several 若干ニュアンスが違うので覚えておきましょう。次は witness です。 witness というのは目撃者という意味なんですね。 wit は知る、そして ness はことということで、知ることというのが元々の語源なんですね。あの人犯罪を犯してるみたいなね感じで知るわけですよね。だから目撃するという動詞であったりとか、目撃者という名詞になるんですね。 witness は先ほどちょっと言いましたように、目撃するという動詞でも使えるんですね。全く同じ綴りで全く同じ発音で witness です。 witness、 目撃するという動詞と目撃者という名詞、両方覚えておきましょう。次は scene です。 scene は現場、場所、そして映画のワンシーンなんて言いますけども、場面という意味でも使われるんですね。 scene、 場所、現場、場面、この3つぐらいを覚えておくといいと思います。次に crime です。 crime というのは犯罪というはちょっと悪い意味なんですね。 crime、 commit a crime、 犯罪を犯すなんていうフレーズがあったりします。そして criminal と言ったら犯罪者という意味になるんですね。マイケル・ジャクソンの歌でスムース・クリミナルという、ね、歌があったりしますけども、スムーズに犯罪を犯す犯罪者ということなんですね。スムース・クリミナルというやつですね、はい、ちょっとマイケル・ジャクソン古い方もいらっしゃって失礼しました、はい、お若い方ね、分かってらっしゃらないかもしれないですけど、まあ、昔はあったんですね、はい、ということでクライム、犯罪、クリミナル、犯罪者でした。次Perpetrator。 Perpetrator というのは犯罪者という意味なんですね。 Perpetrate というのはもともとの動詞形なんですけども、 Perpetrate という動詞は罪なんかを犯すという意味なんですね。ですので Perpetrator というのは罪なんかを犯す人ですから、犯罪者という意味になります。先ほどの Criminal と、まあ、同じような意味合いだと思っておいてください。次に選択肢関連なんですけども、 identity とか identify とかね、そういう単語が散りばめられてますよね。 identity というのは名詞で身元という意味なんですね。 identification card、 身元を確認するためのカードというので、身分証明書というのは identification card と言ったりするんですね。略して ID カード、 ID カードと言ったり ID と言ったりしますよね。それで覚えやすいと思いますが、 identity というのは身元という意味だと思っておいてください。そして動詞形が identify なんですね。 identify というのは身元なんかを確認するという意味になります。もともと identify というのはこう2つのものを照らし合わせて同じものだということを確認する、同じものだとみなすという、そんな意味合いがあるのが identify という単語なんですね。Identify A with B で A と B を同じものだとみなすなんていうフレーズがあったりします。ですので身元を確認するときも、本人の顔と身分証明書、例えば免許証を見てこう見比べて、あ、同じ顔の人 OK みたいな感じで通したりしますよね。ですのでこう2つのものを照らし合わせて同じであることを確認するというイメージを持っておいてほしいんですね。身元を確認する、
2つのものが同じであるとみなす、そういう意味合いを持つのが identify という動詞です。はい、ではこの問題でいきましょう。最初 there are several witnesses ってあります。 there プラス be 動詞構文は主語は there じゃないですからね。主語は後ろです。ちょっと変わってますけどね。そして何人かの目撃者がですね、 witnesses とこう複数形になってますから、 witness は動詞では目撃する、名詞では目撃者ですね。複数形の es がついてますから、ここ b 動詞の過去形は were なんですね。はい、これで数人の目撃者がいたとなります。 there は訳しません。はい、そしてこの後ろ、場所を表す修飾は来ました。 at the scene、 現場にです。場所にです。何の of the crime、 犯罪の現場に、つまり犯行現場にですよね。はい、犯罪のというのは現場という名詞を修飾するので、これ形容詞の括弧に入れさせてください。そして現場にというのはいたという動詞を修飾してますから、副詞の括弧に入れさせてください。はい、こうなってます。はい、そしてここちょっと注意していただきたいのが、この who から始まって perpetrator までが関係代名詞節なんですけども、この who の先行詞が何なのかっていうと、こんな離れた位置にあるんですね。遠いんですよ。who から見たら、お先行詞そこ遠い遠いって感じでしょ。普通は who から見たら先行詞ここですよね。はい、先行詞ちゃんっていう感じなんですけども、こんな離れた場合があるんですね。なぜかというと、who から perpetrator までは長いでしょう。それに対して、at the scene of the crime は結構短めですよね。これと比べたらですけどね。ですので、英語は短いもの前、長いもの後ろに回す傾向があるんですね。だからこういうことが起こります。はい。ということで、who、なんちゃらなんちゃらなんちゃら perpetrator、この塊の先行詞は several witnesses なんですよというのをちょっとね、分かっておいてください。はい、ちょっと矢印で書くとすれば、こんな感じですよね。ウィーンとこうですね。はい、こんな感じですね。フー以下のような何人かの目撃者がいたということになります。犯行現場にいたんですね。はい、じゃあいよいよ問題に迫っていきましょう。フーの関係代名詞で始まる説の中身。Who can help?助けることができる、あるいは役立つことができる、役立てるということなんですね。 help は目的語に to 不定詞が来るときがあります。 help to 不定詞、これで to 不定詞するのに役立つ、 to 不定詞するのを助けるという意味なんですね。で、この to は時々省略されることもありますから、ちょっと注意してください。その場合 help 原型ときちゃいますから、 to 不定詞の to の後ろは動詞の原型ですよね。そしてto が省略されちゃうと help 原型と来ちゃいますからね。ちょっと動詞が2つ並ぶみたいに見えるんですが、その場合は頭の中で皆さん help to 不定詞というふうに to を頭の中で補ってください。はい、何々するのに役立つことができる目撃者、 the perpetrator、 ちょっと難しい単語でしたけども犯罪者ですよね。違う単語で言い換えると criminal ですね、犯罪を犯す人。はい、その犯罪者の身元を特定するのに役立てるような、そういう数人の目撃者がいたんですね。はい、そしたら選択肢見ていきましょう。 A identity、 これは身元という意味の名詞ですから違いますよね。こんなところに入ります。動詞の原型じゃないとダメなんでね。で、 identified というのは過去形か過去分詞形ですから違います。 identifying も現在分詞か同名詞なので動詞の原型ではないから違います。はい、ということで動詞の原型はもう D しかない。 identify、 身元を確認する、身元を特定するという意味なんですね。だから犯罪者の身元を特定するのに役立つことのできる数人の目撃者が犯行現場にいたとなります。はい、ということでこの問題の答えは D、 identify でした。はい、それでは音読コーナーに入っていきましょう。一読即解、一聴必解につながるように区切り目ちょっとねつけておきたいと思います。 There were several witnesses、 何人かの目撃者がいた。 At the scene of the crime、 犯行現場に。
どんな目撃者 ?Who can help to identify the perpetrator? こうなります。はい。こんな風にちょっとね、分かれてて、前から前から一読で速解しようと思ったら、何人かの目撃者がいた犯行現場に助けることのできる犯罪者を特定するのっていうね、そんなイメージで理解していけば、速解につながりますから、一読速解につながりますから、パート6、7で威力を発揮すると思いますし、それが引いては一丁速解につながりますから、パート1からパート4までのリスニングにも役立つと思います。それでは音読始めてみてください。There were several witnesses at the scene of the crime who can help to identify the perpetrator. There were several witnesses at the scene of the crime who can help to identify the perpetrator. There were several witnesses at the scene of the crime who can help to identify the perpetrator. There were several witnesses at the scene of the crime who can help to identify the perpetrator. There were several witnesses at the scene of the crime who can help to identify the perpetrator. There were several witnesses at the scene of the crime who can help to identify the perpetrator. There were several witnesses at the scene of the crime who can help to identify the perpetrator. There were several witnesses at the scene of the crime who can help to identify the perpetrator. Good job! 今日の英語学習お疲れ様でした。今この動画を寝ながら見ていたあなた、はい、寝ながらできますね。ではいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。そして今日の感想などをコメント欄に残していただけると非常に励みになります。 With Sakakin, to master English is easier than you think. See you in the next video.